ルクウッドは死にました。守護者の杖を持ってオリバンダーの店を出たら戦いになって。なんてことだ、大丈夫かね。君が身を守れるのは知っておる、何度も目にしたからな。だがルクウッド本人だと。あいつに保管所を見つけられてたら終わりでした。他に手はなくて。そうだ、そうするほかなかった。結果ハローは捕まり、ルグウッドはいなくなったのだ。魔法界に大きな貢献をしたと思えばいい。そうおっしゃっていただけて嬉しいです。次の準備はできてますよ。そうか、守護者が待っているぞ。君は困難な状況下で全ての試練を乗り越えてみせた。こんなことになろうとは思ってもみなかったよ。これで分かっただろう。ポートキー、金庫、ロケット、書物、試練、全てが欠かせなかった理由が、君は私と同じ力を持つ人間に、ここにいるサン、ニーフ、チャールズ、そしてこの私と同じ選択をしてもらうためだ。私の記憶を見た君なら慎重にならざるを得ない理由も分かってもらえると思うがね。人は必ずしも見かけによらないということさ。あなたも知っての通り、光なくして影はなく、また影なくして光もない。闇を打ち払う力を持っているからといって、そうしなければいけない理由はないわ。どんなに善意ある有能な人物でも、手の届かないところにあるものを操作した結果どうなるかなど分かるべくもない。保管所に眠っているものを世に出してはならない。壊したくとも操りたくとも、その誘惑に耐えるのだ。君がじっくりと育ててきた魔法は、我々が守護する秘密を守るためだけに使わなければならない。杖は持っているな。使うべき時はおのずとわかる。私たちの遺産を君に託そう。ないこと、そしてこのドアの先にあるのは手つかずの保管所であることを祈ろう。城を守ってる魔法が地下からの侵入も防いでくれるといいんですが。あまり期待はできないがな。今は違っても、いずれそうなるのは間違いないだろう。他の先生にも知らせてくれてるといいんですが。先生方がすぐ来るといいが、入り口の場所は知っておるはずだからな。あっ、ランドがいるんでしょうか。行こう。信奉者がいるなら本人も近くにいるはずだ。今までに比べたらマシですよ。この辺にあるはずだ。近づいているはずだ。ランロク様も進展を聞けばきっと喜んでくださるだろう。まだ来ます。そこにいる。誰かいるのか。おい、進もう。ランロクはどこか近くにいる。このドリル邪魔ですね。動かさないと。私がやる。しばしば行こう。侵入者だ。
たちは止められない。ランロケが支配するのだ。苦しい。先生、壁を試しましょう。若き友よ、いい観察だ。やったな。さあ行くぞ。残念ながら。ボンバーグ。コンフリートで。こいつら、例の戦闘機だ。エクスペリオス、リピンク。なぜか戦わない。私は休まない。敵だけで俺たちは止められない。あやつもめた。ボンバーグ。このトンネルでは災難続きだな。もう近くのはずです。見えました。抜け穴をついて城の中に。敵をこちらへ。手早く撃退しましょう。はっ。さすがだ。すごいタイミングです。
りましたね。蘭禄より先につけてよかった。とても信じられない。こんなのが何百年も城の下にあったなんて。ここに至るまでの痛みを思うと、ミリアムにジョージ、そしてロドモク、数えきれないほどの者がこのために死んでいったのだ。ミリアムはこの力が善のために使われると信じていた。だがその危険性を知らなかった。彼女は君が目にしたものを見ていないからな。イシドーラが見せたものを。いかなる力であるにせよ、今や君が守護者だ。君はその力をどうするつもりだ？保管所はそのままにしておくつもりです。それはよかった。考えていたんだが。何です、先生？この1年、我々の旅のことはウィーズリー先生を含む誰にも明かしていない。しかし今はもっと早く共有すべきだったのではと思っている。皆を信頼すべきだったと。守護者たちはこの秘密を永遠に隠すつもりだった。君はどうするつもりだ？今は封じておきます。でも保管所が安全になったら、ウィーズリー先生や他のみんなに全て伝えて助力を得ようと思います。それこそミリアムが望んだことだろう。私たちは他者を信頼すべきだ。この挑戦に立ち向かえる者がいるとすれば、それは君だ。思い上がった魔法使いどもめ。ここはゴブリンが作った。俺たちゴブリンのものだ。やめろ蘭禄、お前のものじゃない。こいつで遊びたいと思っていたところだ。ミリアムの杖、彼女がおとなしく箱を渡していればこんなことにはならなかった。愚かでうぬぼれ屋の魔女だった。似た者夫婦というやつか。あの女も諦めが悪かった。
先生、ミリアム、フィグ先生、諸君の中にも慕っていた者は多かったようだな。同輩たる教師陣にも得難い友だった。著名な冒険家にして知の探求者であった彼は名声を築き上げ、未知へと突き進んだ。あろうことか分別も安全もないがしろにしてな、ここにいるみんなにとって不幸なるお手本であったと言えよ。彼の冒険への情熱はホグワーツへの思いと同じくらい強かった。もちろん彼の妻マリー、ミリアムかへの思いもだ。彼を失うのはつらい。フィグ先生は優秀な魔法使いの見本だった。時に鋭い知性を示し、常に素晴らしい探求の心を忘れず、そして誠実な友人だった。だけど絶対に忘れちゃいけないのは、誰にも比べることのできないあの勇気だろうね。フィグ先生がいなかったら、そう、これだけは断言できる。私はみんな、ホグワーツも何もかもが無事なのは先生のおかげだって。先生を知るみんな、ホグワーツのやり方でフィグ先生に敬意を示しましょう。先生のように知恵と機転、正しさ、そして勇気を持って困難に立ち向かおう。フィグ先生に。フィグ先生が死んだなんて、君ほど親しくなかったけどいい先生だと思ってた。ウィーズリーを見直したよ。みんなフィグ先生のことを忘れない。おじさんも同じように弔えれば、アンはいつか僕と会ってくれるんだろうか。セバスチャン、君とアンが今どんな気持ちか僕には想像つかない。きっとすぐ連絡つくよ。そう願いたいな。また連絡する。セバスチャン、大事な話があるんだ。ビクトール・ルクウッドと関係があることだよ。オリバンダーの店の外で騒ぎになったって聞いたぜ。かなり大変だったって？その噂は本当。でもそのことじゃなくて、襲ってくる直前にルクウッドが聞き覚えのあることを言ったんだ。アンが聞いたのと同じセリフだよ。子供は単なる未熟な生き物だって。待て、何の話だ？アンに呪いをかけたのはランロクの信奉者じゃない、ルクウッドだよ。最初からそうだったんだ。そんな、まさか信奉者だろう。ずっとそう思ってた。呪われた夜、アンが見たのはゴブリンだけだったはずだ。ルクウッドはランロクと手を組んでた。つまりあいつも石動乱の遺産を狙ってたんだよ。
だからアンが呪われた夜、その場にはランロクだけじゃなくルックウッドもいた。誰にも知られたくなかったあいつは君の妹を見て、アンを呪った。そのせいであんなことに。最低だな。ルックウッドは当然の報いを受けたわけだ。話してくれてありがとう。ゴブリンじゃなかったのか。君には謝らないといけないな。ずっと敵はゴブリンだと思ってた。でもそんな単純じゃなかったんだな。オミニスはアンと話したって。僕にも会ってくれるかな。詳しいことが分かったら連絡する。広場で君に言われたことを考えてた。話がしたい。できるだけ早く地下聖堂に来てくれ。来てくれたか。セバスチャン、フクロウを受けたよ。何があったの？オミニスがソロモンおじさんのことをアンに話した。アンは僕が償うべきだと思ってる。通報する気はないみたいだ。罪と共に生きるだけで十分な罰だって。残念だよ。でも君が先に進もうとしてくれるなら嬉しい。問題は多分僕が双子の妹を失ったことだ。永遠にアンは僕と会うことさえ拒んだ。アンのことは責められない。君たちに見捨てられたとしても誰一人責められない。僕を信じてくれたのに失望させたんだ。アンには時間が必要なのかも。きっといつか許してくれるよ。そうだといいな。したことは取り返しがつかない。でも償うために努力することはできる。君とオミニスが味方でいてくれて感謝してるよ。まあ簡単じゃなかったね。でも信じてるよ。闇の魔術に対する防衛術の初日から君は他とは違うと思ってた。すごく昔のことみたいだな。ありがとう。この先どうなるかわからないけど、君の友情には感謝してる。出会えてよかったよ。私が煙突飛行粉を発明するまで移動はとても不便だったのよ。ウィーズリー先生、呼びましたか？そうだよ。あれ以来話す機会がなかったからね。あんた、フィグ先生ととても親しかっただろ？惜しい人を亡くしました。ああ、全くね。だけど、フィグ先生は前に進むことを望むはずだよ。そして魔法界の未来があんたのようなものの手にあることが分かれば、安心して眠れるはずさ。ありがとうございます。あんたにとっちゃ大変な年だね。ホグワーツの中でも外でも忙しい。いろいろ聞いてるよ。グラップ4に乗ったとか、ゴブリンと友達になったとか、ヒッポグリフを助けたとか、それと首なし狩りのご機嫌取りまでしたそうじゃないか。どうして？この辺りで秘密を保つのは思ってるより簡単じゃないよ。ミス・スウィーティングと仲良くなってくれて嬉しいよ。あの子がクラスメートと触れ合う姿が見られるなんてね。最近この辺りでスニジェットが目撃されてる。ケンタウルスを信じるなら、その剣の背後にいるのは二人のホグワーツ生だね。何のことでしょうか？この話はこれでおしまい。私が話したいのは魔法使いのフィールドガイドのことだ。見せておくれ。もちろん。
先生はどう思いますか？忙しい一年だったようだね。いくらかは進んだようだけど、あんたのフィールドガイドの課題はまだまだ終わらないね。幸いフクロウまでいくらか時間はあるからね。正直言うとね、あんたが組分けの儀式に遅れて飛び込んできた瞬間にピンときたんだよ。きっと何かあるってね。自分の直感の正しさが分かって心から満足だよ。考えてみると、たった1年しかいないのにもうフクロウを受けようとしてる。驚異的としか言いようがないよ。ありがとうございます。先生のおかげです。いいんだよ。ここにいる間にあんたが何を成し遂げるのか、これからが楽しみでしょうがない。何をするの？本人もしかめ面をするんだ。ピーブルがしろや。今年1年、生徒諸君は実によく体現してくれたゴドリック・グリフィンドールの勇気を。最後まで言わせてくれ。エルガ・ハッフルパフの忠誠心。ノエラ・レイブン・クローの知恵。そしてサラザール・スリザリンの野心。それでは発表しよう。今年の最優秀寮杯を手にするのは。その前に校長、よろしいですか。ホグワーツ襲撃時、ある生徒が活躍してくれました。その生徒は授業でも立派な成績を収めています。入学したてだというのにね。そう考えると、この生徒がいる寮に、そうね、100点ほど加点するべきでは。いかがでしょう。ああ、そうだな。ありがとう、ウィズリー先生。勝者が決まったようだ。
やりましたね。蘭六より先につけてよかった。とても信じられない。こんなのが何百年も城の下にあったなんて。ここに至るまでの痛みを思うと、ミリアムにジョージ、そしてロドン、奥数えきれないほどの者がこのために死んでいったのだ。ミリアムはこの力が善のために使われると信じていた。だがその危険性を知らなかった。彼女は君が目にしたものを見ていないからな。イシドーラが見せたものを。いかなる力であるにせよ、今や君が守護者だ。君はその力をどうするつもりだ？保管所を開くことにしました。力の休眠状態が永遠のはずはないですから。イシドーラの辿った運命を知ってもそう思うというのか？イシドーラは能力を無駄遣いして人々を救おうとしました。今やこの力は僕のもの。どう使おうと僕の勝手です。君はそんな人間じゃないはずだ。この力がもたらす不幸と苦しみは魔法族の中で君が一番よく知っているだろう。